元フジテレビののアナウンサーの高橋雅今回はそんな彼女がフリーへ転身した理由について見ていきたいと思います。退社を決意した高橋アナお嬢様でありながら色物的なキャラが人気でお笑い担当としての出演が多かった高橋アナ3月いっぱいでの退社を発表した背景について。 色物扱いされてる現状に不満だったとの証言が出てきた。きわもの扱いへの不満。スタッフからは、必ず、もっとマーサっぽい感じで、と求められ、ぶち切れて、上司に退社を直訴していたという噂も。お正月番組では、他の女子アナは振り袖なのに、高橋アナだけ着ぐるみで出演し、終盤まで顔も映らなかったこともあった。 唯一のレギュラーも打ち切りとなり、関係者は、きわもの路線で頑張ってくれていたが、居場所がなくなってきたと感じていたようだと説明。局でも居場所がなかった。大物の娘と会って、局内では VIP 待遇で、最近のレギュラーは知りたがり。で、父親がタイトルコールするコーナーのみだった。バラエティで注目されていたが、30歳を過ぎてから、 アナウンス室で居場所がなくなりつつあり、肩身が狭い思いを抱えていた。藤社長も、高橋アナの退社について、ニュースよりは、バラエティの才能があった。大変惜しい人材と話している。もともとは報道志望。バラエティでの体当たりのパフォーマンスとは裏腹に、本当は、報道番組でニュース原稿を読みたかったという。 もともとは報道志望で、ニュース読みに関してはトップクラスと言われていただけに、きわもの扱いへの不満が強かった。報道は、激務なため、上層部が、大物を父に持つ高橋アナが、体調を崩したら一大事だと思い、決して報道に回されなかったとの噂も。それでも活躍していた高橋アナの頑張り。変顔をさせられる時もしっかり、 カメラの角度まで計算していいたという。めちゃイケ爆笑レッドカーペットなどに出演しまた後輩に結婚を追い抜かれましたなど連日笑いを誘っていた夏のイベントお台場合衆国では毎朝歌を披露するマーサの朝歌を行っていた出張ロケが多かったため年収は1000万円は軽く超えていたと推測されている バラエティでは、デートの時は勝負パンツを履くかという際どい質問に答えなければならないことも。今後もアナウンサーは続けるという。本人は、視聴者の方に少しでも楽しんでいただければ、と仕事に臨んでまいりましたので、皆様の反応すべてが、エネルギー源でしたと語る。引き続き、全力投球を、モットーに一生懸命頑張りますと言い。 アナウンサーを続けるという。